近年の戦闘シミュレーションとして必須なのが、データリンク。すべてがリンクすることで戦術もまた変わってきます。今回、F-15J 戦闘機のアップデートに、赤信号が点滅。なぜ？アップデートできないのか、詳しく見ていきます。航空自衛隊が現在運用している F-15J-DJ 戦闘機は1978年の導入開始から1999年までの21年間で213機が導入されている。そのうちの1985年以降に導入された103機についてはこれまでもアメリカ空軍の F-15C-D に対して行われた MSIP と呼ばれる多段階能力向上改修計画に合わせて改修されてきた。ズムシップ機である。現在、航空自衛隊では F-35A ライトニング2の導入を進めていて、F-15J-DJ は順次退役させていく方針であるが、これまでに近代化改修を実施してきたズムシップ103機については、F-15 の対応飛行時間が長いこともあって、さらなる能力向上改修を行って、F-15MJ として運用することになっている。それを受けて、2018年12月に発表された2019年からの中期防衛力整備計画において、2020年度にズムシップ機のうちの短座型 F-15J について20機の能力改修を実施するとして約390億円の予算を計上していたのであるが、2020年度中の予算執行を見送ったと報じられているのである。その理由として、2035年度中の配備を目標として進められている国産の次期戦闘機開発に注力するためではないかとする向きがあり、先日、2021年度予算の中で、開発費として、576億円の予算が付けられたためでは、ないかとしているのであるが、どうやら、その見方は、正しくないようである。防衛省では、この F-15J の改修における、初期費用として2019年度と2020年度合わせて802億円を計上していたのであるが、アメリカ側から数度にわたり上積みを求められ続けたために費用が膨らみ、2020年12月時点で見積もり額が3倍近くにもなってしまったと岸防衛大臣が説明をしているのだ。現在、アメリカ側との減額交渉が続けられているものの、岸防衛大臣は、F-15J-DJ の能力向上改修事業の継続については検討をしなければならないと述べている。F-15J-DJ については、これまでも、幾度かの近代化改修を受けてきたことは、先に書いたが、今回の計画では、プレムシップ機と呼ばれている。1985年以前に導入された99機については、AAM-4 空対空ミサイル、99式空対空誘導弾という発射後に、破破機からの誘導を必要としない、空対空ミサイルを使用できないなど、同じ F-15J-DJ であるにもかかわらず、ズムシップとの混成での運用に問題があるほか、そのキャパシティに限界があって MSIP 機よりも長い改修期間と膨大な費用がかかるとされたために見送りとなった。とはいえ、ズムシップの103機にしても搭載されているレーダー警戒装置が
3種類あり仕様が違っていて、同じ部隊に仕様が異なる F-15J が混在することになり、運用面だけでなく整備、修理や補給などでも負担になっていたため、この改修によってそれらの負担が軽減されると期待されていたのである。今回棚上げされているズムシップ機の能力改修内容は大きく分けて3点あり、空対空ミサイル搭載数の増加、敵からの攻撃を回避して生存性を高めるための電子戦能力の向上、敵の防空システムの射程外から攻撃が可能となるスタンドオフミサイルの搭載が挙げられていた。そもそも F-15J/DJ は胴体下部のハードポイントが4箇所、左右両主翼下のハードポイントにそれぞれ2箇所ずつ、合計で8発の空対空ミサイルを搭載できる。ボーイング社ではアメリカ空軍の F-15C のミサイル搭載数を増やす提案をしていて、それによると AIM-120 アムラーム空対空ミサイルを2連装できるランチャーを胴体下部の燃料増装タンク用のハードポイントに装着、さらに同ミサイルの4連装ランチャーを前述の左右両主翼下のハードポイントに装着することで最大16発の空対空ミサイルを搭載できるとしている。ちなみに、ボーイング社は東京ビッグサイトで2018年に開催された国際航空宇宙展2018東京での展示でアムラームを18発搭載できる F-15 の模型を公表している。ただし、F-15J/DJ では燃料増装タンクの装着ができないため、左右両主翼下のハードポイントに4連装ランチャーを装着するだけになるため、最大12発の搭載数増加にとどまると見られているほか、これまでの AM-4-99 式空対空誘導弾の他にこの AIM-120 アムラームの搭載を検討していると見られている。電子戦能力の向上については、航空自衛隊向けの再改修は JSI、ジャパニーズ・スーパー・インターセプトと呼ばれていて、レイセオン社の AN/APG-82 VAESA レーダー、ハネウェル社の ADCP-2 ミッションコンピューター、BAE システムズ社の AN/ALQ-239 DEWS 統合電子戦システム、JMPS 任務計画システム、サスムグプスモジュール、ARC-210 通信機が搭載されることが明らかにされている。そして、3つ目のスタンドオフミサイル搭載に関しては、空中発射型巡航ミサイル、JASM と長距離対艦ミサイル、LULASMの採用が予定されていて、そのための改修が実現すれば、F-35 に搭載される地中貫通型巡航ミサイル、KEPD-350、対艦ミサイル、JSM、移動する目標への攻撃が可能な、誘導爆弾、ストームブレーカーの搭載も可能になるとされている。これらの兵器のうち、JASM と LULASMは、南西諸島防衛強化策の柱の、一つとされていたため、今回見送られた能力向上改修計画が、もし取りやめになると、強化策自体を大きく見直す必要が出てくるであろう。アメリカからの見積もり額が3倍近くになってしまった
理由については、2021年4月21日の参議院予算委員会において、戸本防衛省整備計画局長が、電子戦装置トレーダー関連の部品の供給が滞っているほか、さらなる、ソフトウェアの改修が必要となったため述べている。F-15J、DJ の改修計画で予定している電子戦装置やレーダーなどは、アメリカ空軍が採用を予定している F-15EX、イーグル2と共通のものである。アメリカ空軍が現在配備を進めている F-35 は、先日、エンジンの部品不具合やメンテナンスの遅延などで稼働率への悪影響や配備の遅れが予想されるとの報道があり、それを補うため空軍が F-15EX の製造を急がせているとされ、電子戦装置やレーダーの在庫が抑えられているので、ハトの見方が出ている。いずれにせよ F-15J、JD のズムシップ機への能力向上改修計画が最悪取りやめになるようなことになれば、航空自衛隊の戦闘機配備計画に狂いが生じるばかりでなく、南西諸島の防衛計画そのものを見直さなければならなくなるのである。中国による尖閣諸島をめぐる不穏な動きは日々エスカレートする一方であり、いつ上陸されて実効支配されてもおかしくないような状況であり、それを思えば、アメリカの出方を待つだけでなく、減額交渉を全力で積極的に進め、一日も早く回収を実行する必要がある。そして、もしそれが不可能であるならば、一日も早く南西諸島の防衛計画を練り直して対処することが肝要であろう。